はい、本日はですね、タイトルにもあった通り、パタゴニアのバギーズショーツを購入したので、そちらの紹介していきたいなというふうに思います。で、今回購入したのが、2020年の新色のバギーズショーツを購入しました。もう早速開けていきたいなと思います。それではですね、今回購入した色っていうのがですね、2020年の新色のこちらのカラーです。じゃん。カラーはですね、こちらマンゴーというカラーになってるんですけども、まあ、こんな感じのオレンジっぽい色味のバギーズショーツを購入いたしました。で、これがですね、本来は3月の下旬ぐらいに、まあ、在庫がアメリカから入るやろうというふうに店員さんからは聞いてたんですけども、まあ、今回コロナの影響とかで、まあ、在庫が入ったのが4月の中旬ぐらいにようやく在庫が入って、もう入った瞬間に購入したっていう感じになっててですね、まあ、これ多分今年でも結構人気のある色やと思うんですけど、セレクトショップとかで見たらもうこの色は結構完売してたりするので、公式オンラインで発売された際は絶対買おうと思ってた色で、まあ、無事購入できたということになってるんですが、このバギーズショーツはですね、まあ、僕みたいな結構ズボラというか怠け癖のある方には結構おすすめのアイテムでして、まあ、僕はこれ去年初めて購入して2019年夏は毎日履いてたっていうことになってるんですけど、まあ、何が僕みたいなズボラに合ってるんかっていうと、本当にこれ寝巻きで履いて、でパッて朝起きてそのままT シャツだけ着替えて、もうこれそのまま履いた状態で出ていけるし、で出て行った先が海やったらそのままこれ海入れるし、で上がったら真夏やったら一瞬で乾くし、そのまま帰ってこれるしみたいな感じで、もうずっと履いとけれるので、まあ、去年買った時にこれは絶対来年買おうと思ってて、で来年の色はちょっと分からなかったんですけど、来年は絶対色違いでもう一色買おうと思ってたんで、まあ、今年2020年のカラー全部見た時に、あ、このマンゴーが一番いいなと思って購入したという感じにはなっております。で、まあ、昨年ですね、購入した時の動画も出してますし、あとまあ、このバギーズショーツっていうやつとノースフェールのバーサタイルショーツの比較動画なんかも出してますので、まあ、それも動画説明欄に貼っとこうかなと思うんですが、僕はこの中に入ってるライナーが結構気に入っててですね、このライナーがあるおかげで、ノーパンで履けるっていうことで、僕基本的にこれノーパンで履くんですけど、まあ、ノーパンで履いてたら、こういう隙間とか、からですね、まあ、こんにちはせえへんということで、しっかりメッシュが守ってくれたりするので、まあ、ノーパンで履けるっていうところになってて、でなおかつウエストもゴムなんで、めちゃくちゃ楽に履けるし、脱げるし、で汚れていいし、濡れてもいいし、みたいな感じで僕は結構ヘビーローテーションしてたんで、まあ、唯一これぐらいですかね、もう絶対に来年も買おうと決めてたのは、まあ、バギーズショーツはもうずっと思ってたんで、まあ、ようやく買えたっていうことになってて、まあ、今年の3月ぐらいにですね、パタゴニアの大阪の方の店舗に行ったんですけども、それは弟のバギーズショーツを買いに行ったっていう時やって、で、その時にたまたまこのマンゴーっていう色味を見つけて、で、店員さんにこれって発売されるんですかって言ったら、まだパタゴニアでは販売はしてないんですけど、もうちょっとしたらアメリカから入荷してくると思うので、3月末ぐらいに入ると思いますよっていうふうには言われてて、ただこのコロナの影響でどうなるかはちょっとわからないんですけど、とは言われてたんですけど、そっから毎日、3月の半ばから毎日オンラインで在庫確認して、もう来る日も来る日も在庫確認してたら、まあ、ある日突然全サイズが入荷されてて、もう速攻で買ったっていう感じになってて、今ただいま撮影してるのが4月中旬なんですけど、まあ、この動画を上げてる時にはもしかしたらもう完売してるかもしれないんですけど、まあ、無事買えたということになっております。ちなみにですね、このマンゴーっていう色味自体は今から20年ぐらい前に1回出てた色味ならしいんですけど、僕は知らなかって、で、あ、なんやこのレトロな色味めっちゃかっこいいやんと思って、まあ、無事購入できたという感じになってますので、まあ、サイズ感とかはこれは XS を購入してて、僕去年も XS 購入してるので、もうサイズに関してはもう分かってたんですけど、まあ、色味はまあ、こうやって見てみたら改めていい色味やなというふうに思います。まあ、ただですね、今年はちょっと夏出かけれるかどうか分からないっていうことなんで、まあ、今年の夏にガンガン使えるかどうかは分からないんですけど、まあ、こういうパタゴニアの明るめのカラーって来年は出てなかったりするっていうのもあったりしますし、僕が去年買ったカラーは2色とも今年出てなかったりするので、まあ、もし欲しい色があるんやったらその時に買っとかんと来年はまた違う色が出たりしてなくなっちゃうので、まあ、定番のブラックとかネイビーはずっと出てるんですけど、こういうちょっと派手な色味って毎年ちょっと色変わっていくので、僕去年買ったちょっとピンクっぽい赤っぽい色味っていうのは結構くすんだ感じだったんですけど、今年のピンクって結構派手めのピンクになってたりするので、まあ、そういうちょっと微妙な色味によっては似合う似合わんってあったりすると思うんで、僕も今年の2020年のピンクはよう履きこなせないんですけど、くすんでる感じだったら合わせれるんかなと思って去年変えて、まあ、良かったかなと思うんですが、まあ、これも
まあ、2020年、おそらく2020年しか出えへんのかなと思うので、また次いつ出るかわからないので、まあ、欲しい色があったら、まあ、僕は極力買うようにしてて、まあ、これを無事買えたという感じにはなっております。まあ、一旦最後に着用動画見てもらって、まあ、ちょっと肌はまだ白くて似合ってはないんですけど、まあ、こんな感じですみたいなのを最後見てもらって終わりにしたいかなというふうに思います。ではですね、本日はパタゴニアのバギーズショーツを購入したという動画になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。